おはようございます。速稼塾の久保です。いや、昨日ですね、宮迫博樹さんが YouTube デビューしましたよね。宮迫さんといえば、ロンドンブーツですか、ロンドンハーツですか、田村敦さん、りょうさんの方と謝罪会見ってのをされてましたけども、あれは確か、なんか吉本の直営業か闇営業かなんかだったですよね。で、反社会勢力の、なんかね、パーティーに出てたということだったんですけども、あれから半年ですか。YouTube の方で、スタートしたということで、いきなり120万回ぐらい再生回ってましたよね。バット評価は結構多かったんですけども、それはあんまり置いとくとしてあんまり関係ないんでね。ここで何が言いたいかっていうと、YouTube 2020年にもう最後、ラストチャンスですよってことをお話しましたけども、2020年の12月までチャンスが残ってるということではないですよね。2020年の前半で始めてない方は、もう終わりだということなんですよ。で、こういうふうにね、芸能人の方とか、テレビになかなか出れなくなった方、地上波の放送枠がもらえなくなった方とか、何らかの問題で先輩芸人に嫌われて出れなくなった若手芸人の方、こういう方がね、YouTube の方にどんどん出てくるわけですよ。で、YouTube に出てくるってことは実力があるわけなんですよね。実力があるけども、実力以外のところで評価されずに YouTube に来たということだと、YouTube でですね、素人でやってる方っていうのは勝ち目がないわけですよ。例えば政治家の方が政治を語っていれば、それ以上に強いことはないんですよね。素人が語るよりも政治家、その中枢にいる人が政治のことを話しているとかね、それから立花孝志さんみたいな、そういうふうな見解は私たちにはとても言えませんし、で、堀江貴文さんみたいな見解も私たちには言えませんし、むしろね、私たちが何か語るよりも私たちが視聴者になってしまうんですよね。弁護士の方も YouTube デビューしてますし、税理士の方もそうですよね。プロゴルファーの方もスイングとか素晴らしいところを YouTube で披露してくださる。で、野球解説者の方、野球選手の方で、温泉とかね、グルメとか旅行関係の方も出ていらっしゃったりとか、あとね、声優さんがもうね、アニメとかアフレコをやるんじゃなくて YouTube の方で声を出しているってことももう起きてますよね。漫画のなんか YouTube の中に声優さんが声を当ててるとか、もちろん無名な声優さんですよ。無名な声優さんなのに YouTube ではどんどん出てくるみたいなことも起きるわけですよ。そして役者の中でもエキストラさんが YouTube の方にね、その演技力を生かしてどんどん出てくるわけですよ。私たちではとってもかなわないですよね。それエキストラとしてやっぱりね、苦渋を舐めながら修行にどんどん自分の力を尽くしてきた方が YouTube に出れば、私たちはただノリでやってるだけですからね、全然叶わなくなってくるってことなんですよ。そういう意味でね、将来の夢は YouTuber になるんだってお子さんとかいらっしゃると思いますけども、そういうお子さんを家庭にお持ちの方はぜひね、それは止めていただきたいなと。止めなくてもいいんですけども、これはもう YouTube ってのは10年後20年後にあるかどうかもわからないわけですよ。で、とりあえずは YouTube の世界はプロじゃないとやっていけなくなるのがもう2020年から始まるわけですよね。プロでなくて私たちみたいな、素人でなんとか YouTube の方でね、ランキングしようかなとか収入になろうかなと思ったら、今までに足場を築いてないといけない、もしくは特別高いスキルを持っているプロでなくては YouTube では生きていけないってことになります。今まではね、素人っぽさが YouTube で受けてたんですけども、今回からはもう素人っぽさでは限界があるかなっていうところなんですよね。YouTube のデビューをね、今までしなかった方は本当にね、私はね、ずっとね、 YouTube の可能性を語りかけてきたんですけども、結局YouTube にチャンスを見出せなかったのか、 YouTube に乗らなかったのか、非常にもったいないと思います。今回もまたチャンスを逃してしまったかなというところですよね。これからはね、 YouTube の使い方、アクセスを取ったりとか、そこで有名になるってことは本当になくなりますけども、ただやっぱりね、小さい店舗とか、それから小さい会社、この広告媒体としての YouTube はこれからも生きると思いますんでね。YouTube のスキルが全く無駄になるってことではありません。ただ YouTube でタレントみたいになったりとか、全国にファンを抱えたりっていうのはこれからもうなくなると思いますんで、今はね、YouTube まだ始められてらっしゃらなかった。YouTube 始めたんだけど、チャンネル登録がまだね、1000人伸び悩んでる方。こういう方はね、ちょっと慎重に、そして猛烈にですね、今後のことをプロ意識でやっていかないと、もうね、入り込む隙間はないんじゃないかなということで、私はね、もう自分で YouTube にずっと依存してた部分がありますんでね、自分の背中を冷やす意味では今日の放送にさせていただきました。宮迫さんが出たことでね、大きく流れが変わったかなと思います。宮迫さんといえばね、あの事件以来、さんまさんに、目をかけられて、さんまさんの事務所にいるということなんですけども、そういうのも飛び越えて、もう自分で YouTube を始めてしまった。これがね、テレビ業界に対するさんまさんに対する、決別だとも思いますし、 YouTube のこれも良さだと思うんですよ。 YouTube ってのは誰の許可もなしで自分でできて、自分で責任が取れてということになります。本当にね、 YouTube ってのはあなたのチャンネルって意味なんですけど、本当に自分のテレビ番組を持つということで、この動画をね、ご覧の皆様も1人1チャンネル、ぜひね、これからでもいいんで始めていっていらっしゃって、
この1年ちょっとトライしてみることをお勧めしますね。本当にね、いろんな理由でできない方いると思いますけども、その理由が大したものではなかったってことは来年以降に分かります。そうなんですよ、もうね、 YouTube をしない人の方が珍しいぐらいの世の中になってきますね。それでは本日は以上です。